とフィッシャーズシルクです。今日はテンションが高いやっていこう。1月か12月頃にわけのわからないものを買ったんですよ。でん、サウンドマシーン。16種類の音が出ます。16種類の音が出るだけの動画です。今からやるのは、はい、こちらですね。誰でも聞いたことのある楽しいサウンドを再現、みんなで回る。誰でも聞いたことのある楽しいサウンドを再現、みんなで盛り上がること間違いなし。こちらね、ヴィレッジヴァンガードで買ったんですけど、ただ音が鳴るだけと。っていうことはですよ、まあ笑ける音なんですよ。じゃないといけないんですよ。値段これ1400円です。高すぎる。これで1400円、16個の音しか出ないんですよ。これでもし音がやばかったら、もう激おこぷんぷん丸ドリームですよ。もしね、面白くなかったとしましょう。一つ一つの音が。そしたら僕16種類もしかしたらモノマネがあるかもしれないんで、16種類頑張って何かのモノマネします。はい、まず拍手の音いきますよ。壊れた。壊れた。一発目だよ、まだ。まあ、かろうじて面白かったんで、ありでし、いいでしょう。この謎のマークですね。はい、この謎のマーク。は?笑い声です、これ、今の。ヘボいジェット機が飛んだ時みたい。おい、伸びた!野球しようぜ!残念がってる音だそうです。壊れてるんだよ。新品が壊れてんだよ、これ。多分。なんだよね。リロ&スティッチのスティッチ。ふふ、リロ大好き。はい、こちら、ブーイングです。あー、もうなんで途中までしかならん?僕の定番、ドナルドダック。はい、次、爆弾が落ちた音。いきます。落ちろや!上がった音だけじゃん。その後なんだよ、ドカーンがないんだよな。平泉成さんのものまね。なんとおかしいですな。次、銃声。リロードじゃん。銃声じゃないじゃん。銃声っていうのは、ドーンでしょ?なんでここ、こんなもんハウスオブザデッドやってりゃ聞こえんだよ。黒ひげ。終わらねえ!はい、次。食器が割れる音。はい、行きます。すげえ早い F1 みたいになってるぞ。F1 でも早いのに。じゃあこれモノマネに入れさせてください。F1 ってさ、これが普通に早い F1 なんだよ。これの場合、その F1 より早いんですよ。次、レジの音。こちらですね。いきまーす。え?この一回鳴らすとさ、ふてくされて二度目は出してくれないやつ何なの?では、ぶらり途中下車のナレーター。おやおや、どこに行くんですか?マサイさんだ、マサンダホさんは今日も足が臭いですね。あ、これは確実にできると思うよ。ドラムロール。みたいな感じでしょ?じゃあ行きます、ドラムロール。これはオッケー。これはオッケーオッケー。ついにね、説明書きがわけわかんなくなりましたね。音符マークで、ああ、残念。まあ、聞いてみればわかるかもね。いきます。ああ、残念。はい、じゃあ、モノマネさせていただきます。ちょっと細かいですけど。サークロコダイルに突撃をしようとしたダイヤモンドジョズを糸糸の実の能力で止めるドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。血の池の湯加減はどうだった?袖にされたことに対して怒るドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。おい、ワニ野郎!ビヨヨヨーン。こちらですね、ビヨヨヨーン。いきますよ、ビヨヨヨーン。あーれれ。虫の息だよ。志村けん。いいんだよ。クソほど似てねえな。あんだって。これ志村けんの真似というか、俺の真似だな。俺が俺の真似してるだけだ、これ。いつも通りだ。次、ピンとひらめいた音。こちらですね。いきます。ひらめいたのか、これ。謎深まってね。まあ、なんとなくでもこれ面白かった。これはオッケーにしよう。面白かった。ホイッスル。これですね。いきます。ブルース・リーが戦うちょっと前だね。また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 ワンピースより巨大戦艦サンファンウルフ。見つかっちった上にバレちった。次。悲鳴、かっこ女性。これですね。いきます。マイケル・ジャクソン?ドクロベ。お仕置きだべ。これ、ぶらり途中下車と同じだからずるいな。インチキだ。次、おなら。こちらですね。いきます。ん?電波障害じゃないこれも。めちゃめちゃ下水丸尾くん。ズバリ世の中金でしょう。次、ゲップ。じゃあ行きまーす、このゲップ。千と千尋の神隠しに出てくる顔なしを通すよくわからないカエルの変な偉いそうなやつ。いらっしゃいませ。それおねだり。
それおめだり。完全に最後に回すやつじゃなかった。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。お疲れ様でーす。